きます。総理、今回の補正予算、当面必要な分は一定積み上げることができた予算だとそうお考えになってますか。岸田内閣総理大臣。はい、今回の補正予算は先に決定した総合経済対策の裏付けとなる予算でありますが、これは今日本 の、 その物価高騰円安あるいは賃金の引き上げそして日本経済の再生こうした課題に向けて緊急に求められる内容を盛り込んだものであると認識しております。山本太郎君。必要な予算さえ詰めてないと思いますよ。危機感がない、どけち、圧倒的に足りてない。資料の1、補正予算って何ですか。財務省新川死刑局長。補正予算は財政法第29条に規定されておりますが、同条におきましては、内閣は次に掲げる場合に限り予算作成の設備順次補正予算を作成し、これを国会に提出することができるとした上で、第1項におきまして、法律上または契約上の国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた自由に基づき、特に緊要となった経費の支出、または債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合とされておりまして、ご審議いただいております補正予算、こうした条項を満たした上で必要なものを積み上げるものでございます。山本太郎君。はい、資料の2、緊要とは差し迫って必要なことという意味。残念ながら今回は今すぐ必要でないものには潤沢に、一方ですぐにでも必要なものには薄い予算。輸入物価の高騰に対してと総理は言ってますが、これでは対処できません。総理、日本経済を再生させると豪語されている。なぜ再生させる必要があるんですか。日本ってこの30年どんな状況なんですか。岸田内閣総理大臣。今の、物価高騰に対応し、そしてそれに見合うだけの、賃上げを実現するとともに、当然のことながら将来に向けて日本の経済、をこの活性化させてい いかなければならないと考えています。従来のこの経済を考えた場合に、その特に賃上げ人への分配の部分について、充実を図ることがこれから求められているのではないか。そのことによって、経済の、好循環を実現して持続可能な経済を作っていくことが重要ではないか。こんな問題意識に立って、これからのこの経済、再生について、取り組んでいこうというのが政府の考え方であります。山本太郎君。はい、答えてないです。経済再生するためにはみんなの使えるお金を増やすしかない。それが景気を良くなっていくことにつながっていく。その逆が30年続いているのは日本です。資料の3、内閣府先進国比較、この30年各国1人当たりの実質賃金の増加率、各国で教えてください。内閣府村山豊政策統括官、経済財政分析担当です。はい、令和4年度年次経済財政報告におきまして、1991年から2020年までの1人当たり実質賃金の推移を示しております。当該期間30年の累積の上昇率につきまして、日本は 3.1%、 アメリカ 46.7%、 英国 44.4%、 ドイツ 33.7%、 フランス 29.6% である旨示しております。山本太郎君。はい、資料の4、コロナの前からみんな苦しかった。2019年厚労省大規模調査、生活が苦しいと答えた割合を教えてください。厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官、田中幸子君。お答えいたします。2019年の国民生活競争者におきまして、生活意識が苦しいと答えた世帯の割合は、全世帯で 54.4%、 高齢者世帯で 51.7%、 母子世帯で 86.7%、 児童のいる世帯で 64% となってございます。山本太郎君。今言われたような状況の中でコロナがやってきた。おまけに輸入物価高、三重苦なんですよ。今徹底的に政府がお金を出す必要があります。総理、消費税の減税行いますか、行いませんか。岸田内閣総理大臣。政府の対策については、足元の物価高の主要因であるエネルギー、食料品等に的を絞り、さまざまな政策を用意する、こういった考え方に基づいて対策を講じています。消費税については、この急速な高齢化等に伴い社会保障給付金が大きく増加する中で、これをあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から社会保障の財源として位置づけられています。よってこの消費税の減税は考えておりません。山本太郎君。はい、今の一点だけでも社会の状況見えてないんじゃないですか。消費税廃止しかないんですよ。給付金、冬と春、一律で10万円ずつ出してください。最低限短期策でこれぐらいないと物価高どころか日本経済の再生なんて不可能ですよ。この30年間の間、国民生活は常に緊急事態、一方で勝ち組は資本家です。消費税を上げるたびに資本家には減税のプレゼント。資料の5、財務省内部留保、何ですか。この10年どう推移してますか。財務省江島和彦財務総合政策研究所長。お答えいたします。正確な会計用語として内部留保という定義はございませんが、法人企業統計年次別調査における利益剰余金がいわゆる内部留保のデータとして広く用いられております。法人企業統計年次別調査における利益剰余金の推移を見ますと、10年前の2011年度調査の約282兆円から直近の2021年度調査の約516兆円へと約 83% 増加し、10年連続で過去最高を更新しております。山本太郎君。一方、人々の所得がどれぐらい減っているかってこと、資料の6、岸田政権の経済財政報告、所得の中央値どうなってますか。村山豊内閣府政策統括官。はい、お答えいたします。令和4年度年次経済財政報告におきましては、全世帯の再分配後の所得の中央値について、1994年505万円、2019年374万円であったと報告しております。この間に相対的な所得が低い高齢者世帯や単身世帯の割合が増加するなど、世帯構造が変化する中でということでございますが、約131万円低下したという結果が示されております。山本太郎君。はい、一部の勝ち組以外は多くの人々が貧しくなった30年、それが日本です。政治が資本家に魂を売り払った結果が失われた30年、被害者の代表格がロスジェネ、つまりは就職氷河期世代です。資料の7、氷河期世代とは現在何歳の人たちですか。吉岡修也内閣官房就職氷河期世代、支援推進室次長。お答えいたします。就職氷河期世代につきましては、明確な定義があるわけではございませんが、バブル崩壊後に雇用環境が厳しくなった、おおむね1993年から2004年頃に就職活動を行った方々で、現在30歳代の半ばから50歳代の前半の方々を念頭に置いております。山本太郎君。氷河期世代は社会に出る時期に経済不況が重なり、正規雇用にありつけず、今になっても不安定な労働環境の中にいる方も多い。資料の8、氷河期世代は先ほどの中央値で再分配後どうなってますか。村山豊内閣府政策統括官。はい、35歳から44歳の世帯につきまして、でございます。94年、566万円、2019年464万円、同様に45歳から54歳につきまして、94年690万円、2019年515万円であったと報告しております。この結果、この間、約102万円低下、35歳、44歳でございます。一方、45歳から54歳、約175万円の低下でございます。山本太郎君。はい、この30年、すべての世代の中で所得が一番落ち込んだのは氷河期世代なんですよ。資料9、94年と2019年、35歳から44歳の単身世代を比べて、一番数が多い所得レベルを教えてください。村山豊内閣府政策統括官。
はい、本年3月3日、経済財政諮問会議におきまして、内閣から報告した資料に基づくものでございます。それによれば、94年では分配の一番多い所得階級は500万円台、19年では、2019年では300万円台となっております。山本太郎君。はい、昔と今と比べると、今の中年の方が圧倒的に貧しい。資料の10、厚生労働白書、40代後半の未婚率、昔と今で比較してください。はい、中村洋次、厚生労働省政策統括官。令和2年版厚生労働白書では、当時直近でございました平成27年総務省国税調査の40代後半の未婚率の数値を紹介するところでございます。白書の公表後に国税調査におきまして、新たに数値の補完として公表されたものがございますので、そちらをベースにお答えいたしますと、40代後半の未婚率は、平成2年は男性 6.8%、女性 4.6%、平成27年は男性 27.4%、女性 17.1% となっております。また、直近の令和2年の国税調査によりますと、令和2年の40代後半の未婚率、男性 29.9%、女性 19.2% となっております。山本太郎君。はい、資料11、氷河期世代は人口のボリュームゾーンです。しかし、家族を作るどころか、自分一人生きるだけで精一杯、資産も作れない。あと10年もすれば、ロス次年の上の方は60歳です。大学を出たのにアルバイト、派遣しか経験がない。年収200万円以上になったことがない男性。派遣の給料が十数万円。実家から出ることができないまま、親の介護が始まった女性。またコロナ禍では多くのロス次年がホームレス化した。そのことを支援団体が指摘している。その中にはバブル崩壊によって正社員になれず、その十数年は寮付き派遣の仕事を転々とした果て、コロナ禍で路上生活となった人たちも少なくない。経済政策の失敗の直撃、雇用を受け続けたロス次年、自己責任だとまた見捨てますか？資料の12、これまでの氷河期世代への支援策、名前だけ教えてください。吉岡修也内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長。お答えいたします。これまで取り組んだ政策でございますけれども、例えば2003年に若者の自立挑戦プラン、2006年に最大レンジ支援総合プランが取りまとめ実行されてまいりました。2012年にはトライアル雇用助成金の拡充、2017年に、特定求職者雇用開発助成金の拡充を行うなど、就職氷河期世代支援の観点から個別の施策の見直しが行われてきたところでございます。山本太郎君。さまざま言われましたけれども、ほとんどピント外れなんですよ。資料の13、2019年放置し続けたロスジェネに突然人生再設計第一世代という失礼な名前をつけて、3年間で正社員30万人増を掲げた。どんな取り組みですか？吉岡修也内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長。お答えいたします。委員がご指摘をされました人生再設計、第一世代という用語につきましては、2019年4月の経済財政諮問会議におきまして、民間議員から提出された資料の中で使われてもったものでございますけれども、政府として使用しているものではございません。じゃあもう一度、はい、山太郎君。どんな取り組みですかって聞きましたよ。吉岡次長。その後政府におきましては、2019年に、策定をいたしました就職氷河期世代支援プログラムにおきまして、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指すことといたしまして、具体的には不本意ながら非正規雇用で働く方々などに対する相談から訓練、就職定着までの支援や引きこもり状態にある方々の社会参加の支援などに取り組んでいるところでございます。山本太郎君。何人が正規雇用になりました？吉岡次長。お答えいたします。就職氷河期世代の正規雇用者を30万人増やすという目標につきましては、2021年までの2年間で正規雇用者数が3万人の増加となっております。これにつきましては、例えば就職氷河期世代支援プログラムに基づきまして、ハローワークの職業紹介により就職氷河期世代が正社員に就職した件数は昨年度までの2年間で約20万人となるなど、就職氷河期世代支援は一定の成果を上げていると考えております。しかしながら2020年に入りまして以降、新型コロナウイルス感染症が拡大をいたしまして、雇用情勢が厳しくなったため、離職者の増加などによりまして支援策の効果が相殺された側面があると考えております。山本太郎君。30万人正規雇用とぶち上げて蓋開けたらたったの3万人だったんですよ。途中増えたけど首が切られやすいような正社員を増やしたって話です。正規雇用30万人というプログラム策定にあたって氷河期世代への実態調査を行いましたか？吉岡次長。お答えいたします。2019年の就職氷河期世代支援プログラムの策定当時、特別の実態調査は行っておりませんが、総務省労働力調査など各種の統計調査などをもとに、不本意ながら非正規雇用で働く方々などの実情を踏まえた上で策定をされたものでございます。その上で政府といたしましては、毎年就職氷河期世代支援に行動計画を策定いたしまして、きめ細やかな支援に取り組んでいるところでございます。その際、さまざまな機関や団体が行った実態調査などを参考としております。例えば独立行政法人労働政策研究研修機構が、2012年度、2013年度に個人に対してヒアリングやアンケート調査を実施した結果ですとか、一般社団法人が2019年度に引きこもり状態の方々の実情などを調査した結果などを参考といたしております。今後もこうした実態調査に加えまして、関係団体や専門家から現場の実情などについてお伺いするなど、就職氷河期世代の実態の把握を図りながら必要な支援に取り組んでまいりたいと考えております。山本太郎君。いろいろ教えてくれましたけど、施策を打つ前に内閣府として必要な調査を行ってない。ヒアリングなんて2012年のものですよ。実態が分からなきゃ施策は打てない。本気出してもらっていいですかって話なんですね。氷河期世代に対する詳細なこれ実態調査やっていただきたいんですよ、総理。やっていただけないですか？いかがでしょう。後藤国務大臣。政府としては毎年就職氷河期世代支援に行動計画策定しておりまして、就職氷河期世代の就労や社会参加の支援にきめ細かく取り組んでいるわけでありますけれども、その際にさまざまな機関や団体が行った実態調査などを参考といたしております。それに加えまして、就職氷河期世代の推進に向けた全国プラットフォームなどの場を通じまして、現場の実態をお伺いする取り組みなども行っております。こうした取り組みによりまして、しっかりと実態を把握した上で毎年の行動計画の策定を通じて必要な支援に取り組んでいきたいと思っています。山本太郎君。どうして大臣出てきたんですか？中身の内答弁するために。総理大臣、答えていただきたい。調査やっていただきたいんです。作ってほしいからお願いします。岸田内閣総理大臣。今答弁にもありましたように、毎年行動計画を作ります。その際にさまざまな機関の調査を参考にしながら、行動計画の改定を行っているというご説明をさせていただきました。そのさまざまな資料の内容をしっかり確認し、そしてそれを、補う必要があるかどうか、不足している部分があるかどうか、こういった点から必要であるならば、政府として、調査を行う、こうしたことではないかと思います。いずれにせよ、その具体的にどんな調査が手元に集まっているのか、この辺を確認した上で必要な対応を考えたいと思います。山本太郎君。調査が必要かどうか精査していただけるということでよろしいですか？総理、お願いします。本当に。
岸田内閣総理大臣、政府として必要な政策を進めるために実態を把握しなければならない、これは当然のことであります。よって実態、今集まっている調査の結果、これを今一度点検した上で必要であるものがあれば政府として対応する、これは当然やらなければいけないと思います。山本太郎君、ではこの件に関して対応していただけるということでよろしいですか。岸田内閣総理大臣、今言った考え方に基づいて、この関係部署に対応させます。山本太郎君、総理ありがとうございます。話題を変えます。コロナ禍、事業と雇用を守り抜く、総理宣言できますか。岸田内閣総理大臣、今コロナとの戦いにおいて、感染症対策と経済社会活動の維持、このバランスの中でできるだけ平時に近い活動を維持していく、これがウィズコロナにおける政府の考え方であります。この考え方に基づいて、この生活事業をしっかり守っていきたいと考えます。山本太郎君、災害、疫病、経済不況、個人や民間の努力でどうにもならない、そんな時には政府が大なたを振る、つまりは政府が大胆にお金を出して不況を防ぎ、事業者と雇用を守る、潰れる企業や所得を増やす、失う人が増えれば不況はより深刻化、必要な政策は大胆な財政出動です。資料の14、コロナ関連融資について経産省、ゼロゼロ融資も含め説明してください。中小企業庁、小林浩二事業環境部長、はい、申し上げます。政府としてはコロナの影響により売上高が減少している事業者に対して官民の金融機関による実質無利子・無担保融資を実施してきたところでございます。まず日本公庫等の政府系金融機関におきましては、売上高が 5% 以上減少した中小企業に対して当初3年間金利を 0.9% 引き下げる営利融資を実施中でございます。また今年9月まではさらなる売上高減少を予見いたします事業者に対して利子補給を行って当初3年間の実質無利子化を実施してまいりました。さらに民間金融機関による融資についても都道府県等の制度融資を活用し、2021年3月末まで一定の売上高減少を予見いたす事業者に対して利子補給を行い、当初3年間の実質無利子化を実施してきたところでございます。山本太郎君、はい、ゼロゼロ、利子ゼロは最長で3年、元本返済の猶予は最長5年と。資料15、コロナ融資後倒産の割合を教えてください。小林浩二事業環境部長、倒産件数はコロナ前と比較いたしますと引き続き低水準ではございますが、ある民間調査の結果によりますと、足元の本年10月は594件となってございます。そのうち政府系金融機関及び民間金融機関による実質無利子無担保融資を受けた後に倒産した件数は、同じく10月で37件でありまして、同年、前年同月比で14件の増加、割合で言えば 60.9% 増加したとの結果も想定しております。山本太郎君、来年にも多くの企業が返済期限のピークを迎える。資料の16、借りている事業者、返済に不安を抱える事業者の割合把握してますか。小林事業環境部長、ある民間の本年8月時点のアンケート調査結果によりますと、まずコロナ関連融資を現在借りていると回答した方は 54.1% でございますが、その回答した大企業も含む事業者に対して今後の返済見通しを尋ねた結果として 12.2% の事業者の方が今後の返済に不安を抱いていると分析していると承知しています。山本太郎君、はい、中小企業の 54.1% のうち、今ちょっと含むっていう話がありましたね。事前の説明とちょっと違うかな、 54.1% のうち 12.2% と、これを全体で見ると約 6.6% が返済不安を抱えるとなる。資料の17、国内の中小企業の数、従業員の数を教えてください。小林事業環境部長、総務省と経済産業省が実施公表いたしました平成28年経済センサス活動調査から集計したものでありますが、平成28年6月時点における小規模事業者を含む中小企業者数は約358万社、従業員数は約3220万となっております。山本太郎君、政府による全数調査データというものはないので、簡易的に中小企業総数に先ほどの 6.6% を当てはめ、債務不安を抱える企業が倒産しましたと想定すると、単純計算で約 23.6 万社が倒産し、約212万人が失業する、不況どころか強行への道ですよね。ゼロゼロ融資全体でいくら融資してますか。小林事業環境部長、官民金融機関の実質無利子無担保融資等の融資決定件数、金額は本年9月末時点で約245万件、約43兆円となっています。山本太郎君、そういう声、特性例でチャラにしてもらえないですか。息が無理なら例えば4年間かけるとか、そしたら年間10兆円程度でこれやっていけると思うんですね。いかがでしょう。岸田内閣総理大臣、この中小企業、新型コロナ、物価高騰、等によって厳しい事業環境にある、そして今後ゼロゼロ融資の返済も本格化していく、こうしたことに備えていかなければならない、これはご指摘の通りだと思います。そのために、まずは官民の金融機関に対して、返済猶予などに柔軟に対応すること、新規融資に対しても貸し売りを行わないことなど、要請を行っているところですが、新たに、債務の借り換えの円滑化による、返済開始時期の後ろ倒しや、返済負担の軽減に加え、新たな、資金需要にも対応できる、新たな保証制度、これを創設するということを、政府としては考えています。しかし、それでもなお増大する債務に苦しむ事業者に対しては、債務圧縮や減免を含め、再生支援を進めること、これは重要、必要になってくるかと思います。これについては全国の中小企業活性化協議会を通じた取り組みを強化してまいりたいと思っています。山本太郎君、はい、資料の18、政府はこの状態を改善するいくつかの支援を国会で説明しています。今されましたけどね、その時の議事録、ポイントを4つに分けました。経産省、丸1について説明してください。中小企業庁、小林事業環境庁、申し上げます。これまで政府といたしましては、官民の金融機関等に対して事業者から債務の条件変更や借り換え等の申し出があった場合には、返済期間、また据え置き期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、実情に応じて迅速か柔軟に対応することを繰り返し要請してございまして、その結果条件変更の確率は約 99% と多くの事業者の申し出が応じられているところでございます。その上で、先日11月28日に開催されました中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換におきましても、西村大臣から各金融機関代表者に対し、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底するよう改めて要請していただいたところでございます。山本太郎君、はい、政府は要請するだけですね。基本金融機関への事前相談でこれ拒否されれば申請さえできない、申請されたものだけを取り上げて 99% やで、どうしてるんですよ。答弁で2の説明をお願いします。小林浩二事業環境部長、日本公庫による低利融資の拡充という点でございますが、コロナ禍において日本公庫は当初3年間通常の金利よりも 0.9% 引き下げる低利融資を実施してきておりますが、本年9月に策定いたしました中小企業活性化パッケージネクストを踏まえ、本年3月末までこれを継続するほか、貸付限度額3億円を4億円と引き上げることで追加の資金ニーズにも対応できるようにしたところでございます。山本太郎君、はい、返済困難に陥っている事業者が公庫からお金借りられるかな、借りたとしてもすぐに利子発生しますね、首が締まる、問題何か分かっていらっしゃいますかということです。3の説明をお願いします。小林事業環境部長、借り換え保証の創設ということでございます。今後民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎える中小企業を支えることが重要ということで、この借り換えにより返済期間を長期化することで、都度の返済負担の軽減を図っていくこととしております。そのため今回の経済対策を踏まえ、借り換えの円滑化を図るとともに新たな資金需要にも対応できる保証制度を創設するということで、低い保証料で 100% 保証の融資は 100% 保証で借り換えできる制度を検討しているところでございます。山本太郎君、金融機関と再建計画するってかなりハードル高いと思うんですよ。しかも無利子にならないんですよね。無条件で借り換え無利子の継続というものがなければ当然これ倒産待ったなしになってるんじゃないの。4、説明お願いします。4番で小林浩二事業環境部長、
はい、4つ目は中小企業活性化協議会の支援類ということでございます。全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を経営改善支援センターと統合いたしまして、収益力改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援する組織として中小企業活性化協議会を本年4月に設置したところでございます。増大する債務に苦しむ事業者に対して中小企業活性化協議会による個別の事案に応じた再生支援が円滑に進むよう取り組むこととしておりまして、飲食業宿泊業支援専門窓口の設置、信用保証協会との連携協会に加えまして再生支援制度の活用事例集の作成などを通じて同協会の一層の強化に取り組んでまいります。また一つ大変恐縮でございますが、先ほど答弁の中で日本航空の低利融資の拡充という点について私本年3月までと申し上げてしまいましたが、来年3月までの間違いでございます。訂正してお願いいたします。はい、了解しました。山本太郎君。はい、まあ、資金繰り支援のお話じゃないですね。まだ計画を作る中で減免が認められるかもというお話、これもちょっと本気でスクサクってやってた方がいいんじゃないかなと思うんです。コロナ関連融資で低利融資とゼロゼロ融資の利子補給合わせていかがですか。小林事業環境部長。はい、失礼しました。はい、コロナ関連低利融資の利子補給への、支出ということでございます。まず日本公庫等の政府系金融機関が実施しております低利融資は、日本公庫等への出資で財務基盤を強化することで貸出金利を引き下げておりまして、令和元年度から3年度までに、約 5.7 兆円を出資しております。加えて、本年9月まで実施してまいりました当初3年間の実質無利子化のため、令和3年度までに約1200億円を執行しております。また民間金融機関においても昨年3月末まで実施した民間ゼロゼロ融資における実質無利子化のため令和3年度までに約2800億円を執行しております。なお民間金融機関によるゼロゼロ融資については、3年分一括ではなく毎年利子補給をしていく仕組みでございますので、今後も利子補給が行われることで継続的な執行が見込まれているところでございます。山本太郎君。はい、まあ、何にしても数兆円規模の財政でここ数年は、利子の引き下げは無理しはできたと。だったらあと何年かこの無利子、この利息ゼロで助けてほしいって話なんです。これ十分に意味のある投資でしょって。全額チャラが難しい。だったら100譲りますと。コロナ関連融資の無利子化、これ4年間継続、こういうことを総理決断していただけないですか。いかがでしょう。西村経済産業大臣。いわゆるゼロゼロ融資、公庫による無資金担保の融資につきましてはですね、申請件数がもう コロナ前の平時と同程度になってきております。足元の資金需要の状況などを踏まえて9月末に終了としたところであります。その上で、先ほど来、説明がありましたけれども、通常の金利よりも引き下げた 0.9% 低い低利融資、来年3月末まで継続すると。さらに今回の経済対策を踏まえて新たに借り換え保証制度を創設し、セーフティーネット貸付を来年3月まで継続するということにしたございます。いずれにしても中小企業の資金繰り、万全を期していきたいと考えております。山本太郎君。資料の19、政府はできるものにやらない、それには理由がある。コロナ関連融資の不良債権化は資本家にとってのビジネスチャンス。債権を投資対象の中心としたファンドを運営するキーソンパートナーズ社長は、バブル崩壊後よりも不良債権案件が多くなるのは確実という資料の20。ターゲットとなるのはコロナ禍のマイナス影響により経済が弱体化した国にあって割安感が強まっている企業や事業であり、日本企業もその対象に含まれているものと推測されると。資料の21、日本国内で不良債権を対象とする投資事業に参入したペッパーグループ CEO、 新型コロナは金融システムに大きな負荷をかけ、主に地銀で不良債権処理のニーズが高まると見ている。欧州ではコロナ禍で売上が大幅に落ち込んだ旅行宿泊関連の不良債権などが売却されており、日本でも同様の投資機会が増えるだろうと。資料22、バーゲンセールはすでに始まっていますと。長崎ハウステンボス香港が拠点のファンド系企業に売却、西武プリンスホテルゴルフ場など31の施設をシンガポールの投資ファンドに売却。資料の23、買収を目的とした投資についての調査、2021年他の都市と比べて言えることは何でしょうか。財務省、三村国際局長。お答え申します。日本銀行が公表しております2021年の国際収支統計及び本邦対外資産残高、この報道系資料によりますと、2021年の外国投資家による売買者目的達成対内投資として M&A 型の投資1兆9000億円ということで、それまでの投資の比較では増えた形になってございます。山本太郎君。不良債権に、これ不良債権処理に目をつけて外資系ファンドが買いたくて過去にもありましたよね。資料の24、この顔にピンときません？金の匂いがする場所に必ずいる人、内閣府この人誰ですか？どのような役職を歴任されてますか？三浦聡内閣地方創生推進事務局審議官。お答え申し上げます。内閣府調査政審事務局の関係でございますと、国家戦略局の関係ですが、スーパーシー型国家戦略特別区域の区域指定に関する専門調査会の専門調査会議員、それからスーパーシー構想の実現に向けた有識者懇談会の社長、国家戦略特別区域諮問会議有識者議員を務めていただいたことでございます。三浦貴俊内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長。はい、続きましてですね、産業協調会議等についてご説明申し上げます。竹中平蔵氏は、産業協調会議、産業協調会議課題別会合、産業協調会議実行実現点検会合の議員、産業協調会議ワーキンググループ改革 2020WG、産業協調会議テーマ別会合、立地協調力の強化、産業協調会議分科会、フォローアップ分科会の主査、産業協調会議テーマ別会合、産業の新人対象促進、産業協調会議テーマ別会合、人材力強化雇用制度改革、産業協調会議テーマ別会合、クリーン経済的なエネルギー需給実現、産業協調会議分科会、雇用人材分科会の担当を務められました。また、未来投資会議の議員、構造改革徹底推進会合、第4次産業革命会合の会長、成長戦略会議、競争政策のあり方ワーキンググループ、スタートアップの育成のあり方に関するワーキンググループ、PPPFI等に関するワーキンググループの有識者、コンセッション等に関するワーキンググループの参加者を務められました。山本太郎君。本当はまだまだ続くようなぐらい役職いっぱい抱えた方だったんですね。ありがとうございます。2002年竹中プランどのようなものでしたか。伊藤豊金融庁監督局長。お答え申し上げます。金融再生プログラムでございますが、2002年10月に作成されております主要項の不良債権問題解決を通じた経済再生を図るべく、主要項の不良債権比率を2004年度末までに半分程度に低下させ、不良債権問題の正常化を図るとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築に取り組むことなどを目指したプログラムでございます。山本太郎君。資料の25、当時報道では政府が不良債権処理を強行したことで、外資を含むいわゆるハゲタカファンドに日本企業が買い叩かれ、再生できるはずの企業も売りさばかれたことを指摘している。資料の26、小泉政権の不良債権処理、その影響はどんなものでしょう。じゃあ伊藤豊監督局長。不良債権処理を通じた不良債権比率の低下が、銀行貸出所増加、貸しぶりが解消されたことで、設備投資が改善したことによる効果が金融再プログラムにはあったというふうに承知しております。上場企業倒産につきましては、2002年に過去最高の29件、2003年の19件、2004年の11件、2005年の8件と徐々に減少したというふうに承知しております。山本太郎君。退職者も同じように減少してきましたという説明を本当はしてくれるはずだったんですけど、何でしょうか、この答弁。最初に意図的に潰す企業は、潰し切ると、事実上の首も切りまくれば、その後数が少なくなっているのは当たり前の話なんですね。当時は、景気、これ輸出主導でしたと。2003年、量的緩和の拡大、大規模な円売り介入、2004年、円安、ブレイクイブン、インフレ率もプラスと、輸出で設備投資が伸びている影響を考えれば、その成長というのは竹中プランの成果とは言えないんですね。なのに一定効果があったようなことを言っている。これ、どさくさで竹中万歳みたいな印象操作やめてくださいって話なんですよ。自ら命を絶った人もいる、多くの事業者や生活者が壊されたという事実は無視ですかってことです。資料の27、なぜこのような政策進められたんですか。
ただの外圧を友情だと勘違いした自民党をぶっ壊すとか日本をぶっ壊したという総理が主犯格だと思っています。総理資料28、総理の竹中プラン、これ間違いであったとそう思いますか、いかがでしょう。岸田内閣総理大臣、この政策についてはその時の、日本の経済社会の状況、国際情勢、さまざまな環境の中で適切な政策を判断していかなければならないということであります。まあ、その中で、かつてご指摘のような政策が行われた、まあ、結果さまざまお示しいただきましたような結果が、まあ、生じたということであります。その評価につきましては、この今後日本の経済の行方等を見た上で中長期的なこの目で、政策を判断していかなければならないと思っています。山本太郎君。いや、もうこれ評価されてないとダメなんですよ。どうしてか、資料の29、この中竹中プランの手口に再び注目が集まっている。この7月、金融機関から不良債権を買い取るファンドを設立、ニューホライズンキャピタルの会長、再生ファンドへの債権譲渡は不良債権削減策として金融再生プログラム竹中プランの際に重宝された手段だ。この中による過剰債務対応策として再生ファンドの役割を再び見直されていると。これ民間が勝手にやってるから知らないよって話じゃない。だって政府も官民ファンド使って進めようとしてるでしょ。レビックって何ですか。石田信也内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長。長いですね。お答え申し上げます。地域経済活性化支援機構、レビックは地域金融機関などと連携しつつ、事業再生やファンド事業業務等を通じまして、地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とした地元の組織でありまして、ファンドの支援を行うことを特徴としております。新型コロナ等の影響を受けて事業者支援を行うため、令和2年6月に法改正を行いまして、支援収支決定期限を5年間延長いたしまして、現在新型コロナ等の影響により経営環境が悪化した事業者に対しまして、事業再生の枠組みを活用した支援や、地域金融機関と連携したファンドを通じた資本資金の供給等を進めているところでございます。山本太郎君。はい、再生支援の中で不良債権処理進めて経営陣の交代、人員削減、事業を切り離した上でスポンサー企業に譲渡なども行われているのがレビックだと。資料の30、自民党の金融調査会も、政府に対してこれレビックの資金調達にさらなる性保障をつけろということを言ってるんですね。これ政府もこれ対策案に盛り込みすぎと。これ小泉竹中イズム、今も自民党に引き継がれてるってことですか。総理、またハゲタカの餌やりやめてほしいんです。そんなつもりもともないというなら、こんな関連融資利息ゼロ、4年間延長してください。無理だったら2年でもいいです。いかがでしょう。岸田内閣総理大臣。経済における、新陳代謝という考え方は一つの重要な考え方でありますが、具体的な政策の、適用につきましては今後状況を見ながら政府として責任を持って判断をしていきたいと思います。山本太郎君。景気が悪い時とか不安定な時には新陳代謝を進めちゃダメなんです。絶対のことが許されないということで終わります。以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。次に浜田聡君の質疑を行います。浜田聡君。はい。東京選挙区の、最後の一議席ですか、獲得することができました。令和新選組代表山本太郎です。まあ、一般的には万歳みたいな話になるかもしれませんけど、万歳はなしです。はい、喜び爆発って意味わかりませんね。はっきり言えば国会が茨の道だということだと思います。何しろこの国政選挙が終わった後には3年間